どうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも。埼玉で野菜農家をしながら NFT 始め方学校の運営をしているオレッジです。はい。毎日仕事終わりにスタッフさんとお話をしていきます。はい。よろしくお願いします。ちょっと今日は質問なんですけど。はいはい、どうぞ。まあ乾水で使った炭でインのことで、はい、まあ、ちょっと動画でも上がってて見てるんですけど、ちょっとなんか分かんなかったのが、メスとオスを連結させる時に、付け方は分かったんですけど、外し方で、結局そのメスの方は3つのこう凹凸があって、それがこうへこむようになって付ける際に、オスの方はカチャカチャこう動くところがあって、それにこうはまるようになってると思うんですけど、外す時に要はその動くところを押してあげて、要は幅が元に戻って取れるっていう仕組みだと思うんですけど、ちょっとそれで今日やっててなかなか抜けなくて、結局俺さんに外してもらったんだと思うんですけど、すごく時間がかかってしまって。押せばいいんですよね、あれは。動くところ。そうですよ。そうですよね。ここにあるからもう。ああ。いいですか。なんか本当に。単純に。はい。下手くそなだけ。マジっすか。構造を正しく理解してない。マジっすか。ちょっと。理屈理解して。はい、普通のところじゃないんですけれども、はい、エアコンプレッサーとか使ってるところで、はい、それのジョイントですよね。ああ、それも同じしか。まるっきり同じ。ギュッと押し込んで、カチッと落とすると、それでロックされる。はいはい、でもって、その、外すときは、その、ローレットになってるところ、ローレットって意味わかる、わからないと思うけど、それを引っ張ると、パッと取れる。そういう行動になったらはずなんですよね。それとまるっきり同じ。なんかそれが、分かっててもいかないみたいな。いや、だからそれは、要は、こう、なんつったらいいのかな。ちょっと押し気味に引っ張るってことなんです。はい、力の使い方ですか。ちょっと押し気味に引っ張るってこと。これ、これなんですけど、要はこっちがメスで、オスで、両最初逆、逆、ああ、どうだ、こっちがメスで、こっちがオスなんですけど、これをこう最初つけて、で、ここのカチャカチャこう動くところ、これをこう押してあげて。取るはずなんですけど、これが下手くそだって言われます。下手なだけです。いや、マジでいかなくて。ちょっと加藤先生。なんか苦労しました。めっちゃ早いっすね。なんか、なんか今押しました。そう、そうやって違う完全に解除するわけでしょ、うん、押し込んで押して押し込んで、あ、そう、これでカチってなってでしょ。そう、要するに爪がまだ引っ込んでないんだよ、それだと。引っ込み切れてないの、それだと。ちゃんと押してるんですけど、これでもなってない。そう、俗に言う引っかかるってやつね。
当にもう、うん、それ町の式っていう方式の、はい、おっしゃってましたよね、はい、カプラーですね、はい、単純にそのリングを押し込んでメス側の爪を押して、うんですよね、内側にする入れれればフラットになるから抜けますよ。でもこれでフラットになってないって押して要するに引っかかってる引っかかってる引っかかってる。だからなんか押しつつ引っ張るみたいな言ってましたね。そう。回しても無理だよ。そうですよね。ディクシー。いやーマジか。押してるんですけど、ちょっと加藤先生、いやごめんなさい、完全に押してるでしょ。押してますよ。押してるでしょ。でしょ。はい、ここでもって要するに噛んじゃってるんだよ。わかりました。あ質問2回も終わり。はい。小野菜長くなっちゃって。え？かん、うん、なんか分かったかな。なんか分かったも何も。放送シンプルなんだから、はい、うん、ちゃんと中の爪がそのリングで押し込めればいいだけです。うーん、本当時間かかっちゃって。あ、いった。分かった分かった分かりました。分かった。なるほど。あ、ちょっとこう斜めっつうか、 なんていうか、まっすぐ俺やりすぎてたかもしれない。それで引っかかって、斜めじゃ抜けないです。あれ違うの。そうね、それとも違う。ちょっと違うな。え、じゃあ今のまぐれか。こうそしてこう入って入った。うん、うん、何も特別教えなきゃいけないことは何もない。そう。いや、めっちゃこれで今日苦戦しちゃって。はい、すみません、こんな感じです。乾ききっちゃうとやっぱり爪が硬くなっちゃうから、はい、あ、シリコンスプレーとかはめ込む前に、はい、振っとくと脱着楽ですけど。ああ、うん、そういうのもそんなに苦労することではないので、はい、すいません。あのエアコンプレッサーとかのね、やっぱあのジョイントの経験があれば、伊達は理解できると思う。ちょっとスカッたことがあったけど。なるほど。いや、でもありがとうございます。ちょっと分かりました。はい、それで何分もかけてるよう、はい、じゃあ、はい、すいません。動画でも5分以上使ってるので、はい、スッと撮ってください。スッと、はい、はい、じゃあちょっと使いこなします。はい。これであの換水量だと全然足りないと思います。はい、そうですね、あの、うん。なんでもっと出さなかったのかな。そう。なんかいや調整してやってって、で結構量すごかったからあれぐらいで抑えたんですけど、やっぱり。俺パッと見ても、俺が見てもあれ、え、これしかなく水出してないのって俺は思っちゃったんだよ。すいません、ちょっと確認不足というか判断ミスですね。ミレイの、はい、あの。ドラムの方のストッパーはちゃんと教えた通り決めましたか。はい、あ、ちょっと今仮置きしてて後でちょっとやろうと思ってたんで。いやいや、はい、水を出すときに。あ、水を出すときは、はい、やりました、うん、大丈夫です、はい、もうあの動画以上教えることがない。はい、はい、修行してください。はい、使いこなします。うん、すいません。これでまあ換水はできるでしょう。換水もスミレインを使うこともあれば、はい、スプリンクラーっていうのを使うこともあるし、ジェットっていうのを使う。3パターン、その時々とか、はい、うん、によって状況に合わせて使っていくんで。あ、うん、スプリンクラーっていうのはどういう時使うの。スプリンクラーっていうのはね、パイプをで繋いでって、よくあのアメリカの庭なんかで芝生に水出すのにクルクル回ってんのがあるでしょ。うん、あんなようなのでかいやつ。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 ある。俺見たことあるでしょ。ネギの畑とか。あ、あそこで回ってんのか。ネギ畑で。あ、あれか。はいはいはい。やるのはジェットってやつ。
あジェット。ジェットとスプリンクラーはまたちょっと違うんだけど。なんだ、里芋の乾水とかでも使ってるやつですか？まあ、スプリンクラーも使うし、ジェットも使うし。うん、なるほど。覚えておきます。3つある。そう、だから、まあ、今年8月、8月修行と思って、俺と付き合って仕事をすれば、はい、うん、教えられるかなと思うけど、なるほど、うん、分かりました。なかなか今のレベルで日常業務内で教えるっていうのはちょっと困難なんで、はい、うん、いや、むしろがチャンスですよね、うん、8月がだスキルアップのチャンスではあるのよ、はい、うん、俺も教えれる時間がある多少は取れるからね、あ、うん、ありがとうございます。あんまり覚えが悪いと、もう教えきれなくなっちゃうから。それがもう申し訳ないですよ。いや、わかります。理屈を抑えればいい、ね。本当に。ちゃんと。あとだから別に、俺に限ってことじゃないけど、はい、何でもそうだけど、人に教わるっていうことは、教えてくれる人の時間を奪うことでもあるし、はい、うん、その間、教わってる間は価値を埋めないことでもあるし。はいはい、うん、そうです。なので教えてもらったことっていうのはもう本当に、うん、教えてくれる人が、うん、君のために時間を割いて、うんうん、生み出せる価値を生まずに、はい、君のために教えてくれてるっていう、はい、うん、そうですもんね。そうだからこそ短い期間で、うん、というか、まあ、全力で覚えてもらい、はい、ようですね。そうですね、うん、はい、学校の先生なんかは分かるだけでは何度も教えてくれるけど、社会に出たら、うん、そうはいかない、はい、で、うん、その時の返事がよくてもやっぱりこう、なんていうのかな、教えてくれる人の期待値を下回っちゃうと教えてもらえなくなってしまうと思います。だんだんと、はい、うん、それはちょっと厳しいようだけど、うん、どこの社会でも同じです。はい。うん。そうですよね。なんで、何しろ一通り、はい、仕事を覚えてできるようになるまでは、もう本当に必死に覚えないと、うん、損しちゃうかなって思います。うん、はい。損はしたくないんで。そうです。はい。うん、ラトリ君は素直で、返事がいい。とても可愛らしい。けど、だんだん、なんか照れます、ね、それだけだと飽きられてきちゃうからね。ちゃんと、はい、実力が伸びていかないと、はい、教えたことが、うん、抜けちゃってたりすると、はい、うん、そうです。そうです。例えばだからね、うん、まあ、小学校1年生だったんですよ、去年は。はい、去年。幼稚園でもいいかもしれないけど何もできねえっていう、まあ2年生で年中さんになったわけで言われることはやっぱ変わりますし、はい、求められるレベルも変わりますし、はい、うん、1年生の時に教わったはずのことができてないとやっぱりこうね、留年、うん、また1年生のことをやり直し、はい、なっちゃいますからね、うん、いつまでもこうプロとして独り立ちができなくなっちゃうから、はい、うん、まあ高校生だと思えばいいのか、ね、高校はだいたい留年あるもんね。そうですね、うん、なかなかいないけどね、まあ、いないですけどなかなかいないけどあるらしいですからね。さすがに2年も3年も留年してたら、ね、同級生に何だろうあいつって思われるわけでしょ完全にね、うん、先生からも白けた目で見られる、ね、うん、先生からももうそろそろ見捨てられちゃうかもしれないね、うん、はい、うん、やっぱりこうあの頃一生懸命勉強したように、はい、テスト前に一生懸命ね徹夜したように、はい、うん、やっていく必要はどうしても出ますよ、はい、うん、ただなかなか全員そうはできてないっていうのがこの社会の実情なんで、逆に言えばね、社会に出て、はい、あの必死で勉強すれば、ね、他の人はあんま勉強してないから、うんうん、今まで、ね、先走られてた人に追いついたり追い越したりするチャンスなんですよね、はい、うん、
だからこそ頑張ってまいりたい。頑張りますと思います。はい返事がいいから返事がいいから、あ、じゃあ覚えてくんだろうなっていうこの期待値が上がるんだよ。そうです、ね、あんまり返事がいいと、はい、うん、期待値が上がっちゃうと、その期待値を下回っちゃうとがっかりされちゃう、はい、期待値を上回るようだと、はい、うん、おーすげーってなるわけ、はい、よくヤンキーがさ、あーで子猫を拾って可愛がってるのを見ると、あーすげーいい人っていう印象がガーンって飛びるでしょ。ギャップがあって、あれ期待値が低いのに普通のことするからあー、うん、ギャップがあるってそういうことか。あー、そうですね、うん、逆にこうね、すごい真面目で通ってた政治家さんが、はい、ね、ちょっとなんか痴漢しましたとか盗撮しましたとかと、あ、逆のパターン、めちゃめちゃそうですね、クソみそに言われちゃうでしょ。いや、そうですよね、それが炎上みたいな、うん、それはもう期待値に対して実際やってることが全然伴ってない、はい、ね、あ、なるほど、それと同じですね。返事が良すぎるのも下手に期待値を上げちゃうっていう危険性は、可愛がられる反面、じゃあ、まあ、いい返事しない方がいいな。いやでもね、可愛がられるのも能力なんですよ。いいですか、はい、可愛がられないと、はい、なかなか教えてもらえないんです。あ、うん、はい、ただだから有言実行ができないと、はい、あ、うん、そうですね、いっぱい可愛がられて、いっぱい教えてもらえる環境を作って教えてもらったら、はい、しっかりこの期待に応えていくってことを繰り返していければ、うん、あ、伸びると思いますよ。はい、なるほど、うん、よし、じゃあもう返事はもう変わらず頑張る。今さそう言うか有言実行すればいいですね。そう、実行すればいい。実行すればいい。そう、そうです。できればいいこと。うん。有言だけじゃない。有言不実行が一番期待値下げて、そう、うん、自分の評価を下げますね。はい、うん、有言実行は、まあ言ってみれば普通なんだよね。うん。うん、はい、ね。そうですね。で、その、言った以上にやってるっていう。うん、実行の方が言葉よりも多い。うん。うん、無言実行とかね。ああ。なると、めちゃめちゃ評価が伸びる。あ、うん、あ、そこまで行きたいですね。だから、そうそう、実行、うん、あれっつってこんなことできるようになった、いつの間にみたいなあ、いう状況を作っていけると、はい、うん、みんなに可愛がられつつ、うん、評価が上がっていく、実力も上がっていくと、はい、うん、うん、よし、うん、はい、あとは何も言わないですみたいな。若干じゃない。いやいやいや。実行すればいいです。ええ、そうそう。やっぱ人生を楽しく生き抜くコツみたいなものはどうしたってあるんで、ライフハックみたいなのがね。ああ、そう。はい、そう。そうですね。よし。何しろ若いうちは必死でやった方が後で絶対お得ですよ。はい、うん、そうですね。わかりました。なんかございますとか。ネギの皮むいてる時にちょっとおかみさんがちょろっと言ったんですけれども、うん、曲がり具合ですよね、うん、それでもってこう平らにのところにこう当ててみて、ちょっとこれ曲がりすぎじゃないのかなって私は思って B の方へ入れたんですよ、うん、ところがおかみさんがひょいって、あ、これ B に入れちゃうの、でもって平らなところに入れて指2本ぐらいは入れるぐらいの曲がりだったら別に OK だよっていうところをちょっと確認したいんですけど、企画表を覚えてますか。ああ、なるほど、そっちだ。企画表ちゃんと頭に入ってますか。ちょっとそこ抜けてます、その曲がり具合は。おそらく抜けてるんだと思います、はい、企画表をしっかり頭に入れられてないんだと思います、はい、うん、曲がりの程度でそのこっからこれ以上はもう A 品には入れない、うん、ね、この程度なら A 品でもいいっていう企画の基準が書いてあるはずです。はい、そこに書いてます、うん、だから俺も加藤さんが向いておいた B のネギ見ながら、うん、
随分 A が混ざってるなーっていうふうには見てましたよ。でそれが中にいる人が B の中から A をまた選んで分けたりとか、逆に A の中から B が A に B が混じってて A から B をまた分けたりっていうのはすごい手間なんですよ、はい、だからやっぱその皮むきの段階でね、しっかり的確に分けられてると、その後の作業の効率が上がっていくんです。だからこそ、まあ、の箱詰めをしたことない人には皮むかせられないし、箱詰めマスターしてるじゃないですかね、比較表が頭に入ってない人には任せられないんですよ、だもう一度ネギの比較表、はい、しっかり確認してください、はい、それはもうだいぶ前に LINE の方にも載せてると思いますし、作業場内にも貼ってありますんで、はい、不確認でしたそこの、はい、確認ですね、はい、終わったら、はい、だから不確認のまま1年以上やってるってことなんでね、そうなっちゃうんですね、はい、だからそれはちょっとプロ意識としてはもうちょっと高めてもいいのかなと思います。うん、甘いと思います。そう、多い、まあそう、甘いく仕事してる人もいるんですけど、やっぱそう自分に厳しくできると結局、まあ再三言いますけど、自分の価値が上がることなんですよね。うん、そう、自分の価値が上がった方が嬉しいじゃないのって俺は思うんですよ。だからできることしたしないのはもったいないよねっていつも言うんだけど、はい、うん、ね、そうです、思います。そうなんです。まあ試験でもやろうかなって思ったこともあるんですけどね、ただそれもすごい時間かかることなんで、うん、まあ今後ある程度うちのスタッフさんのレベルが全体的に上がってきたら、新しく入ってくれる方なんかはなんか昇級試験みたいなのをねやっていってもいいのかなって思ってます。っていうのも課題を出さないとなかなか勉強してくれない人がいるからですよ、みんなが自ら進んで自分の価値を高めていこうっていう意識でやっていけば、そういったことも必要ないんですよ。学校のテストなんかもそう、そうですね、別にちゃんと勉強してからテストでわざわざ出来具合確認する必要もないんだけど、勉強しない人がする人しない人もいるし、はい、その学校の授業のレベルについていけてる人いけてない人もいるんで、それを測るために学校じゃ試験をやるんだけど、それってすごい親切なことなんだよね本来。そうですね、テスト嫌だなって思ってるけど、はい、本来親切なことだんですよ。でも社会はそこまで親切じゃないんですよ、だから自ら伸びずにね、なあなあでできないままでいる人のお給料が上がってったりね、その今なかなか終身雇用っていうのも崩れてきちゃったけど、ずっと一緒に働こうっていうふうにはならないんですよ。なぜならもう次から次に若い人がどん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 入ってくるからでね、新しい人が、そうですね。で今皆さんにやってもらってる作業っていうのは、言っちゃえば誰でもできる作業なんですよ。代わりが効く作業なんです。言っちゃえばね、はい、加藤さんじゃなくても皮むける人はいる、白鳥くんじゃなくたって水菜取れる人はいる、ちょろっと教えれば今のレベルだったら同じぐらいの仕事をしてくれる人っていうのは他にも出てきちゃう、そんな時に自分の立ち位置が弱くなっちゃうわけじゃない、確かにそうですね、はい、そうでしょ、はい、ね、だから自分の価値を高めようと思えば人にできない、人より仕事ができるようにならなきゃいけないし、人ができないことができるようにならないと、まあ、価値は上がっていかないんですよ、はい、だからまずは誰でもできる仕事をバジッとできるようにならなかったらもう次の段階いけないんですよね、はい、誰でもできること、代わりがいる仕事をバリッとやったら
ね、あこの人は自ら成長できる人だってなって、今度他の人にできに任せてない仕事をじゃあ任せようかなってなってくるんですよ、うんうん、そうですね、そう、うん、結局だからその人が誰でもできる仕事の中で価値を作って、その価値が会社にたまるわけですよ、ね、でそのたまった価値を使って今度はその人に新しい仕事を教える、あ、うん、投資に回すわけです。あ、投資、うん、はい、でそれができまたできるようになったら、ね、もう他の人にはできない仕事ができる人では当然その全体の中で価値高まるよね、はい、うん、あの人に辞められちゃっちゃ困るなってなるよね。うん、そうすると利益も残ってれば利益分配率が上がっていくわけですよ、うん、これが当然ながら社会の仕組みなんで、うんうん、はい、まず今やってる仕事を人よりバリッとできるようにする、うんうん、そうですね、で人が気づかないようなことに気づけるようになると、ね、はい、うんうん、多分ちょっと意識変えればできると思います。ちょっと意識変える、ちょっと意識変えるです、はい、うんうん、でできたら楽しくなると思います。いや、行きたいっす楽しくなってくると思いますよ。いや、うん、慣れる、慣れるんだよ、うん、慣れる、慣れるっていう意識で、うん、そうです。だから みんながみんなそういう意識持ってやってくれるとチーム力上がるんで、うん、そうですね、みんなが会社に利益が作れて溜まっていくようになります、はい、あ、ね、これもう私たち働いてる従業員ここに呼びたい、うん、今の話すごい大事だったけど、でもやっぱね難しいんだよね、難しいですね、やっぱ、うん、時間も合わないしそう、うん、だ最終的には目指すのは全員プロ意識持った集団ですね、うん、うん、あ、だそれも一人が変わればなんかそれを見てる人も変わってこう変わっていくとか、まあ、そうとも限らないね、やっぱりこう自分の意識の持ち方なんで、そうです、言っても変わらない人もいるし、うん、うん、少しでも増えれば少しでも増えたらまた違うかなと思うし、うん、だからほらその自分がしっかり仕事ができるようになったら今度は他の人にこの仕事のコツとかね、あ、うん、はい、教えれるようになるでしょ、うん、そうするとだいぶ違うと思いますよ、うん、だ今でもその、はい、非効率な動き方をしてたりするわけじゃない、はい、うん、そういうのは言うじゃん、はい、うん、だ効率のいい仕事、うん、効率のいい物事の考え方が身についてくれば、うん、今度はそれを他の人に普及していくことで、はい、うん、他の人の意識が変わらなくても、ね、効率いい作業が全員できるような状態に持っていければ、うんうん、変わっていくと思います。ああ、よし、それ目標ですね、本当、うん、なかなかね時間がかかることなんですけど、はい、はい、まあ一人一人そう替えのきかない人材になってるですね、はい、はい、というわけで分かりました、はい、本日もお疲れ様でした、ありがとうございます、さようなら、はい、さようなら。